皆さんこんにちは、リーコです。今回は Nintendo 64 Nintendo Online で配信されているポケモンスナップをプレイしながら、私、リーコがぼやいていきたいと思います。お付き合いのほど、よろしくお願いします。ちなみにポケモンスナップは名前は知ってたけど、プレイしたことがなかったので、今回が初見プレイです。初見プレイといえば、もうすぐポケモンスカーレット・バイオレットが発売されますね。今作で新しいポケモンも出てくるみたいだし、どのポケモンを育てようか、今から楽しみにしています。さて、ポケモンスナップをプレイしていきましょう。名前はもちろんリーコです。このカメラマンの人は、どう見ても男性ですけどね。そんな細かいことは気にしちゃダメですね。皆さんはどのポケモンが一番好きですか？ちなみに私は、ゴマゾウが大好きです。ポケモン GO で、初めてゴマゾウを見た時に、一目惚れしちゃいました。もうすぐ発売されるポケモンスカーレット・バイオレットで、ゴマゾウが出てくるみたいなので、育ててみようと思います。てか、オーキド博士が自分のことを有名って言ってる。オーキド博士といえば戦竜を呼んだり、ロトムにやられてたようなイメージがするのですが。気のせいですかね？ま、いいか。今回のゲームはポケモンを取るということで、アクションとかなさそうだから、安心してプレイできるな。この前までプレイしていたポケモンレジェンズ・アルセウスの、最後のアルセウス戦は倒すのに、丸2日くらいかかっちゃったんですよ。動画内でもさまようるちゃんに、どんくさい、とか、頑固者、って言われるくらい、ひどいプレイだったんです。今からゲームをやっていく上で、アクションは必須なので慣れていけたらなと、思います。さて、実際にポケモンの写真を撮りに行きたいと思います。よし。最初はビーチなんですね。ってことは、水タイプのポケモンがたくさん出てくるのかな？いきなり、ポッポですか？Z トリガーってどこよ？スイッチにないボタンなので戸惑ってます。ポッポってハトなんですよね。ハトは平和の象徴って言われてるけど、私、苦手なんです。幼い頃に野外でハンバーガー食べてたら、ハトに横取りされちゃって、それ以来、大人になってもハトが苦手なんです。こういうことですね。アクションゲームじゃないのにショットなからどんくさいのすみません。次は何が出てくるのかな？堂々が出てきたね。今度はうまく取れました。スカーレット・バイオレットの話に戻るけど、実は育てたいポケモンの候補がなんとなく決まってて、まず、最初の御三家はナオハを選ぼうかなと思ってます。この3匹の中で、リーコが可愛いと思った系じゃろ？そうだね。サマヨールちゃんに見透かされちゃってましたね。ちなみに御三家以外だと、ボチ、パピモッチ、パモなんかもいいなーって、思っています。ゴマゾウは公式の映像で出てくるのが分かったけど、サマヨールは出てくるのですかね？レジェンズ・アルセウスで少し愛着も湧いたことだし、もし出てくるのならば、色違いを捕まえて、育ててみてもいいかなとも思ってます。あ、カビゴンが見えますね。カビゴンは取れたことになってないのですが、もしかして、カビゴンを起こして、撮影しなきゃいけないのですかね？やっぱり、ハテナマークのままですね。スカーレット・バイオレットのゲームの内容で楽しみなことが、いくつかあって。まず、ジムが自分の好きなところから挑戦できるところ。二つ目はテラスタルでポケモンのタイプが変わること。あと、ピクニックでサンドイッチが作れることです。これ以外にも色々楽しめそうなので、本当に待ち遠しいです。今更なんですが、このポケモンスナップは初代のポケモンだけなのですね。初代のポケモンといえば、ポケモン言えるかな？っていう歌を、子供の頃に歌ってましたね。あの頃はポケモンが151匹だったのに、今は何匹になってるんでしょうかね？スカーレット・バイオレットで1000匹超えるのかな？そういうことも含めて、スカーレット・バイオレットが、楽しみです。ここからは、アルセウスの話をしていきたいと思います。この YouTube チャンネルで配信した、プレイ動画を終了したのですが、アルセウスのプレイ動画を撮影中に、録画ボタンを押してなくて、なおかつ、ゲームをセーブしていたという失態を犯して、最初からやり直しをしていました。ちなみにどこでやり直しをしたかというと、前段の山麓の翡翠丸沼沿線の前です。ガルーダ発見。やったね、取れました。ゲームのプレイ動画が録画できてないと気づいたとき、それはもうショックでしたよ。YouTube で使う場面のところもあったので、しばらく現実逃避してました。だって、やり直ししたら、また、アラブルキングを倒さなきゃいけないじゃないですか。アクションが得意じゃない私にとって、また最初からしようというのは。だけど、いい方に考えたらアクションの練習になるじゃん。
もう一回できるなら少しは上達するんじゃないの？と自分に言い聞かせて頑張ってきました。そうこう言ってたら終わっちゃいましたね。17枚撮れたんですね。この中から大木戸博士に見せる写真を選ばなきゃいけないんだね。全部選び終えたけど、こんなのでいいのかな？もっと正面から綺麗に写したかったな。撮った写真を大木戸博士がチェックするんだね。先ほどのアルセウスの話に戻りますが、やり直しして、最初のバサギリとの戦いは、なんと一発で勝利しました。多分、ゲームを普通にプレイされている方には、一回でクリアできるの当たり前だよって、思われるでしょう。先ほど申しましたように、私はさまようるちゃん公認の、どんさい。ということで、奇跡に近いなと思っております。だったら、アクションゲームをしなきゃいいのに、って思われると思いますが、頑固者。だから、これからも挑戦していきたいと思います。とりあえず、今は、V8 が持っているゲームを、プレイしていきたいと思っていますが、何か初心者におすすめのゲームがありましたら、教えてください。今後のプレイの参考にさせていただきます。ただし、ホラー系は苦手なのでそれ以外でお願いします。ここまで、新作のポケモンスカーレット・バイオレットの、楽しみなところや、アルセウスをプレイしていた時の秘話を、お話ししましたが、そろそろ大木戸博士の評価が終わりそうなので、今回の雑談動画はここまでにしたいと思います。次回もまたプレイしながら雑談をしますので、お楽しみに。